ラグナーは NFL ミネソタバイキングスのマスコット。1994年から現在までジョセフ・ジュラニッチが一試合も欠場することなく活動を続けている。1994年8月に行われたカンザスシティチーフスとのプレシーズンゲームでデビューを果たした。彼はバイクに乗って登場するがこうしたパフォーマンスはプロスポーツ界では初めてのことであり、この手法は現在 他のスポーツイベントにも広まっている。2009年12月のシンシナティベンガルズ戦では、バイクに乗って登場した、彼は50ヤード地点付近で、チャドを著信孔発見、買ったばかりの角笛を放って渡すパフォーマンスを見せた。2010年12月13日の、ニューヨークジャイアンツ戦が、メトロドームの屋根が大雪による重みで崩落したため、デトロイトで行われたが、チアリーダーたちと共に彼も、 デトロイトで応援を行っている。1961年にミルウォーキーで生まれた。小学校時代彼の家庭は貧しく転校を繰り返し、学習熱心ではなかったため怠惰な生徒だと教師に認識されていた。一家は1976年にエリーに移った。高校2年の時にマリファナの吸引を始めた。1981年の夏。 すでに飲酒ができる19歳になっていたが、アルコール依存症となった。この時期に後に結婚するローリーバックスターとであった。彼女もまた、アルコールとドラッグへの依存に悩まされていた。その年高校を卒業後二人は別れたが1986年に再開し1987年に結婚した。1982年に、 カミソリメーカーが行ったイベントで8分43秒かけて、髭剃りを行うという世界記録を作っている。1986年にミネアポリスに引っ越した後、高校の警備員となり2000年まで勤めた。1993年に妻に勧められて、ミネソタバイキングスの新しいマスコットのオーディションに参加、ファンの心をつかんで、マスコットの座をつかんだ。 1999年には、ジェシー・ベンチュラ主演映画への出演も果たした。ありがとうございます。